こんにちは、黒沢先生です。今回は道の駅シリーズです。道の駅シリーズといってもいつもとはちょっと違います。今回はここ埼玉県にある川口安行、この道の駅を出発して道の駅昭和、そしてゴールを道の駅アグリパーク夢すぎとということで、3つの道の駅を回る旅に出たいと思います。で、今回は、夢すぎとで埼玉県産のミライトン、最優秀賞を取ったことがある美味しいお肉だそうですので、そのとんかつをゴールの夢すぎとで食べたいと、そんな風に思ってます。それではこれからゆっくり出発していきます。はい、今スタンプをしてきました。こちら川口安行のスタンプです。今国道4号線を走って道の駅昭和に向かっています。そもそもなぜ、今まで回ったことがある動画でも紹介したことがある川口安行昭和アグリパーク夢すぎとに今回回るかというと、スタンプを押すことが一つの目的になっています。スタンプも紹介した際に押したのを見てもらっていると思いますけれども、すでにそれはもう2024年以前の話で、私は YouTube に道の駅を紹介するにあたってすでに新しいスタンプブックを購入してハンコを押してきました。で、今回ふと2024年のスタンプブックを覗いてみたところ、埼玉県内の道の駅のスタンプ、この2024年のスタンプブックにあと4つ載ってないこと、押してないことが分かりました。その4つのうちの3つがこれから向かう道の駅、残りの1つは秩父の方にある水野です。で、これ秩父の方なので方角がちょっと違いますので、今回は、大体同じ方向で行ける3つの道の駅、これを回ると。はい、道の駅昭和に着きました。川口安行から車を走らせてだいたい40分ぐらいですかね、こちらの方に着きました。ではスタンプをしてきます。はい、スタンプをしてきました。なんか来た。それではこれから本日の最後の目的地に向かいます。道の駅昭和を出発しました。ここからはもうあと5キロぐらいしかありませんので、だいたい10分もあれば到着します。すぐそばにある道の駅です。で、今回アグリパーク夢すぎとを最後のゴールにしたのは、そこで美味しいとんかつ定食を食べるためです。アグリパーク夢すぎとではミライトンを使ったとんかつ定食が食べられます。食肉産業コンテスト高感度ポークじゃない、食肉産業コンテスト銘柄ポーク高感度コンテストで最優秀賞を取ったことがあるという
っても美味しいお肉だそうです。さあ、どんなお肉なのか楽しみです。1日限定20食だそうですので、興味がある人は早めにぜひ食べに行ってみてください。まもなく到着です。建物が見えてきました。はい、到着。はい、アグリパーク夢スイートに到着しました。これからスタンプ押して、とんかつ定食食べていきたいと思います。はい、アグリパーク夢スイート散歩してきました。で、今私は店内にいます。で、はい、とんかつ定食頼みました。注文してから10分ほどかかりますって言われました。で、先にごまだけをもらいました。それでは埼玉県の道の駅の散歩、今とんかつ定食待ちながら紹介しました。荒川、はい、小川町、こちら今改装中ということで、営業してません。で、スタンプの代わりにもうスタンプが入って最初から。で、川口の環境、大滝温泉、岡部、ネギの文字が薄くなっちゃってます。郵政会館、打ち上げ花火のデザインですね。で、こちら同様のミサとボートに、花園、ふっかちゃんミュージアムって書いてある。両神温泉や薬師の湯、なかなか可愛らしいキャラクターですね。川本、区長の町、目沼、こちらもメヌマアグリパークになってますね。秩父で、こちらがアグリパークメスパーク。で、こちらが果樹公園足学部、いちごの里よしみ、キャラクターはなんていう名前なんですかね。こちら加須渡良瀬、日本一大きなハート、道の駅の建物の屋上に設置されています。昭和、日本一大だこの里、38番のバスのお客様、お待たせいたしました。キャラクターがいっぱい並んでます。そして、はい、こちら宮野和紙の里東秩父、
なかなか凝ったスタンプですね。ということです。というわけで、埼玉、宮野以外は、2024年度版のスタンプブックにすべてを見ることができたというところです。またこれは今度、何かの次に行ってみたいと思います。はい、とんかつ定食です。こちらです。とても美味しそうです。ボリュームたっぷりです。こんな感じです。脂身にも甘みがあり、とても柔らかいお肉だそうです。それではこれからゆっくりいただきたいと思います。はい、美味しかったです。完食しました。ボリュームたっぷり、サクサク、中のお肉はとても柔らかくて甘みのあるとんかつでした。ごちそうさまでした。アグリパーク夢すぎとでは10月20日9時半から日だまり広場でドッグイベント開催だそうです。またこの日はキッチンカーフェスタということで、いろいろやってきて美味しそうなものが食べられるようです。10月20日日曜日、お時間がある方はこちら道の駅アグリパーク夢スイートに来てはいかがでしょうか。今回は道の駅3つを巡る旅でした。川口安行を出発し、昭和、そしてゴールがアグリパーク夢スイート。2024年度版のスタンプブックにまだハンコを押すことができていなかった3つの道の駅を旅するということでした。目的の一つ、3つのスタンプ押すことができましたし、もう一つの目的、こちらアグリパーク夢スイートで食べることができるブランド豚ミライトンを使用したとんかつ定食、こちらも美味しくいただくことができました。満足の3つの道の駅を巡る旅でした。というわけで今回の動画はここまでです。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。